いや、どこに合わせるいや、すごい。全然合わせるんですよ。今は合わせる。ちゃんと取れてますよ、ほら。いや、見てないですね。うん、入ってないとは思う。わかんないです。僕来る前に入ってたかもしれない。豊田さんと兄ちゃん見てたのに。シャッターの数がいらない。だって税理士もらうのすごかったですよ。さっき高畑と入ってきてるんだよな。豊田さん頑張って豊田さん、勝ってや。電柱じゃないか。すごいな。だって JBC の時に。だって電柱ですもん。今やってたんですよ。JBC クラシック。ちゃんと撮ってませんか。シャッターロードの数も。なんじゃこれと思うぐらい。あ、マスワカツほら。マスワカツ。電柱つけますよ。酔っ払いやから無理ですよね、ほら。あ、これは違う。松岡君のこの小学期あれば。ダンゾーさんみたいな感じが。ちょっと違う。松岡君、すごいね。うん。サインする時があって。はい、今の方が。子供っていうイメージから。初め坊主じゃない。そうです。まあ普通は誰でも坊主ですけど。ほんま丸米コンって感じです。確かに。もう坊主の話題なんてきてます。開けるところ開ける入り口を間違えると。シルクの服いないですからね、なんかシルクがケイタそうですよ、ね、だから高畑、松若、豊川さん、ルビー JBC の服ですね、あの左に川崎舐めてたわけじゃないですか、西日がきついんですよ、ああ、はいはいはい、潮が沈む時ですか、ね、知らないじゃないですかガチな話してであの JBC デリースクラシックの時にコンセント通ってたんですよ、はい、あのプリンセスバリルとか、はい、僕らも一瞬にカーン入ってきてもうめっやられて通るどころやないですいや終わったと思ったでも直撃ですマジですかあの写真の位置から考えてそこらへん話やめましょうよ。あの、ごめんくださってた、名前忘れたんですけど、関東の方が、かもしれないというか、じゃあ、この写真、遠くからあげるわっていう約束して、撮ってたんですよ。ケイタ、あれ、カシコじゃん。いや、あの、シルクです。あの、あと前は北村です。でも、あれ、カシコじゃん。違います。あれ、歴史とした勝負です。いや、あれは小牧さんが着てたりしたら勝てることですけどケイタの歌詞服を貸したから思ったら違うじゃんそれが黄色ですそれで白やったあれ歌詞服そのが惜しいなもうちょっと最高お前好きだねめっちゃ笑顔めっちゃ笑顔だ珍しいっすね北村さんと一緒めっちゃガードが入ってる。ガードは。いや、アップまで。これぐらい、これぐらい。いや、それ 1.3 クロスぐらいで取れんねんけど。ガードが。あるの JRA なんか一番最近慣れるから。いやだから余計いいよでもフランスサインとかいらんかも竹取りに来てくれるだけで向こう何人かおったカメラ目線意外に
真剣な回しで結構表情がね、ピリッと硬いって。それでも誰もかかる。いや、中川だったかも。そうですね、川いや、川原は絶対遅すぎ。向こうでちょっとアイコンタクトだから撮るときにいつもオッズ見てるからな、何言うかない横がキリッとした顔でキリッとしてるのにアプリとかもしかするとそうかもしれない。なんか事前にあれ決まってるはずですからね。そうですね、うん、期間が金沢平野で吉原平野と違いますね。そしたらこう放浪の放浪ジョッキー吉原平野とはどこそこなんですか。一応あれですね、金沢。一応金沢なんだ。重症の時とか起きてます。今度また徳島大岡のとこじゃないですか。はいはい、絶対乗りに行くやろ。今はもう行くでしょ、ほぼもう行くの決まってもエージェントも多くて多いの場合はもう多いですけど、ほんとはそうですね、エージェント決まってました。アリエルコーチ結構一番後ろかね、もしかしたら。かもしれないですね。見てなかったです。全く見てなかった。誠の書いてあったから、ね、ああ、そう。先週買った時もあれでしたよ。うん。岩田さんのお古かどうかは知らないですけど。そこまでね。10番違うの、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 そうですね、順番が出ないな。これ猫、これ猫、これ何番なのかな。これですね、これ2番です。ここです、あれ負けてないです、あれここです、うん、馬体的には見劣りしない。そうですね、ちなみにこのプロのどういうのを僕はもう、食べたらいけないな。7件だよ。9番と、田村博士の馬と、どういえば、バリスコア。いや、もう一頭の人気の馬、服部さんの馬と。これ、ピクで3連覇。勝負してます、ここから。いや、ブレイブゴールと、そこは不条理みたいな、不条理みたいな、そう楽しみたい。後で2みたいに合うと、猫ワールドカップに。これ猫ワールドは取らないとね。あ、でもよかった、体調。200g の時から体調が立て直してきて。どうしてんの？もう貼ってはる。貼ってる。着てることは。ああ。そうか。貼ってはない。もう先に貼ってはる。ああ。といったときに。
かっていうのかな。やっぱり猫がね。何の話だ。